にちは。こんにちは、佐久高さん。はい、人的保障の問題、はい、まあすごく取り上げてられてますし、今も引き続きなんですけれども、うん、そんな中選手会側がちょっとある動きに出ました。森事務局長が NPB 側にその人的保障を撤廃してほしいというふうな要求をしたと、はい、でこれはどうやら別にこれに始まったことではなくて、結構数年ぐらい前から一応要望は出しているその案件の一つではあったそうなんですけども、今回まあそれがねちょっとあのいろいろといろいろ問題あったからな、はい、まあ、だけど人的保障っていうのはさ、まあ、元々どういう考えかっていうと、まあ、均等化を図るというね、あの戦力の、とは言ってもなかなかね FA で出る選手と同等なっていうのは、うん、なかなかこう難しい問題だよな。そうなんですね。いや、まあ、撤廃は俺反省だ、あの賛成だけどもさ、うん、撤廃の代わりに何かやっぱり必要だなっていうのは思うけどね。そうですよね、うん、で NPB 側もその人的保障のについて、まあ、検討していくというふうには回答しているので、うん、おそらくじゃあもし人的保障が撤廃なんであれば、その保証の代わりにどういうものをルールとして置いていくのかっていうことになるのかなとか、うん、まあ、金銭なのか、はい、まあ、これで補強費として使ってくれっていうのか、はい、うんうんうん、まあ、もう常々言ってるけどドラフトね、はい、とか、はい、まあ、でも中には、うん、あのそれは撤廃しなくてもいいっていう考えの人もいるんだよね。実はファンの方でもすごく多いのが、人的保障を撤廃してほしくないと、はい、そうするとやっぱりそのお金のある球団がどうしても偏って選手を取っていってしまうから、まあ、まあでも取るのは止められないからね、まあ、そうですね、また選手と合意していくわけだからさ、はい、FA の場合はね、うん、だからなかなかこうなんていうの、人的で保証されたとしても、うん、その均等化は図れない、まあ、だから、そうですね、だから俺はやっぱドラフトが一番いいのかなとは思うけどもね、うん、うん、まあ、メジャーもそうしてますよね、うん、だから、まあ、それが一番自然で、うん、いいのかなっていうふうには思うけどね。あとはそのやっぱり今回そのルールがルールとして守られなかったのがやっぱり一番の問題なので、そこをきちんとしてほしいというファンもいて、いやそりゃそうだよな、うん、やっぱルールがありながらそのルールを曲げてもう大きく曲がっちゃったわけでしょ、はい、じゃあプロテクトはもうは全部が外して外してっていう、うん、FA の選手を取るかっていう、うんうん、まあ、それだとまた問題も起きるしな。そうですよね、うん、でまあ、以前あのこの人的保障を取り上げた例えば動画の中でもその、ね、全員外すのではなくてとか、そのもっと人数を28人ではなくて少し増やしたりとか、まあね、はい、まあ、当初40人だったからな。そうなんですよ、まあ、ただそれだとさ多すぎる、まあ、多すぎるというか戦力の均等化は図れない、ね、まあそうなんです、ね、それはね、なかなか均等化を図るっつって、うん、そうやってまあ名目上はそういうふうに言うけども、うん、測れないよ。やっぱ FA ぐらい FA を取って他の球団が欲しいっていうようなね、うん、選手が同等にいるかっていうとさ、それはなかなかいないもんだから、はい、だから均等化は測れないよ。ただこれからという選手、はい、まだ何にもまっさらの状態、うん、それはやっぱドラフトで入ってくる選手じゃない、うん、だからもうそこの権利を与えるというかね、はい、それが一番俺は自然でいいのかなって思うけどね。で仮にまあ人的保障そのまま続けますよとなったとしても、うん、例えば今までって該当の当該その球団2球団だけで裏でそのリストをこう配り合ってたじゃないですか、うん、それを例えば真ん中に NPB とか第三者機関が入って、例えば西武が今回こうソフトバンクとやるんであれば、ソフトバンク側がこの人たちをプロテクト外しましたよ、プロテクトしましたよっていうのを一回その第三者のところに出す、でそこが西武側に出す、で西武も選んだら第三者側に出す、 NPP 側に出すっていう風にもうどこかの目が光らせてれば、こうちょっと待ったはないのかなとか。まあね、うん、まあ、だからまあ規定を作るというかさ、はい、プロテクト28人よりも、うん、まあ、例えば年俸 これ以上は取れないとかさ、はい、年数これ以上取れないとかさ、うん、若手は3年までは取れないとかさ、うん、それでプロテクトなしと、うん、いうふうにしといたらいいのかなっていうふうには思うけどね。あ、ってなると例えば必然的に年数がこれ以上の選手っていうとベテランとかは外されるとか、うん、あと若手ですよね、3年目まで、ね、まあ、実働何年目、まあ、10年その球団で働いてる選手は取れないとかさ、うん、で3年目まで、うん、で給料はいくらまでみたいな、
そしたらちょっと頭の中にあったのは山下俊平太っていうのは取られる可能性はあるかな。まあでもしょうがないです。しょうがない、それはしょうがない。だからまあルールだからね、うん、本当に守らなきゃいけないし、うん、守らなければもう何のためにそういうものがあるのかっていうのが分からなくなってしまうから、うん、そうですよね。だからやっぱりドラフトだな。ドラフトの権利っていうところ、俺はドラフトが一番腑に落ちるんだよ。だからいろんなルールを選手の中でいろいろ決めたとしても、はい、なかなかこう抜け道をまた探すのかなとか、うん、そうなってくるとやっぱドラフトがまだ取るまでの選手だからまだ分かんないじゃない。未知な部分、それはもうスーパースターだって言われても入ったら結果が出ない選手だっているわけじゃない、うん、だからもう分からない未知数の人間をドラフトの枠を与えてやるという、はい、うんうん、ことが一番いいのかなって思うけどな。そうですね、今の現状でもね、自然じゃないんだよ考え方が。フラットではないというかさ、はい、なんかこうやっぱ最下位になるチームっていうのは、うん、結局それだけ戦力が他のチーム、優勝するチームよりはちょっと落ちてるわけでしょ、はい、落ちたらドラフトでも完全ウェーバー方式で、はい、抽選とかじゃなくてさ、うん、もう完全指名制にして、うん、指名された選手はもう外していくという。そうですね、俺はもうそれが自然ね、一番納得いくんだけどね。だから前の年の最下位のチームからっていう、そうそうそう、うん、っていう風に、それをオールスターの勝敗でじゃあどっちからいくかとか、うん、まあ、日本シリーズの結果で前年度のどっちから取るとかは決めればいいだけの話で、うん、はい、それが一番自然だと思うんだけどね。これウェバー制を採用していないのはなんでなんですか。いやだから今いろんな球団が、いや取りたい選手がどうのこうのとか、まあ、いろんなことがあるわけで、逆指名とかあったりとか、ね、ありましたね途中でね、うん、でなんだよ逆指名ってみたいな、うん、そうはもう金がいるだけじゃないかっていうようなね、うんうん、もう一説によるとね、白紙の小切手を出して好きで好きなだけ書いていいからって言われた選手もいるんだよね、はい、まあ、そういうんじゃなくて、まあ、完全にこうやっていけば順番で均等化は図れるじゃない。それはもうスカウトの能力とか、はい、そう見聞きができるかどうか、まあ、そういう問題じゃない、はい、だそれはそれででも一番だからもう言い訳が聞かないわけでしょ、うん、だからもうそれが一番いいと思うけどね。その中の権利を譲るというね、はい、まあ、例えばその最下位のチームから FA で2位のチームになった、はい、で最初にあれして順番が5位のところに来たら、はい、あ2位のところに来たらまた指名ができるっていうような、はい、それが一番自然だと思うんだけどね。そうですよね。だって FA の選手ってもう確固たる実力もあって、はい、結果も出てるわけでしょ、うん、そういう選手が取れてるわけだから、うん、それはもうルーキーに頼らなくてもいけるぐらいの能力あるでしょ、うん、はい、ダメか。いやいいと思いますそれをずっと言われながらもそのなんかそういうふうにしてないっていうのは、なんでなんだろうな。なんか一応手続きに面倒くさいのか。いや面倒、その方が面倒くさくないよ、ね、いちいち抽選したとかさ。ですよね。12球団の、ね、トップの人たちとか上にいる人たちもそれで誰かが嫌だとかあるんですかね。うちのチームは嫌ですとか足並み揃わないとか、まあ、嫌なんだろうな、うん、いやそれはやっぱりね、1位でも最下位でも、うん、いい選手は取りたいわけだから、うん、それはもうなんていうの、抽選の方が、うん、それは球団としてはありがたいかもわからないな。そうです、ね、でもやっぱここのとこずっと下位のチームとかさ、優勝してないチームっていうのはやっぱできるだけそういう戦力を取って戦おうとするわけじゃない。はい、いやそれはなんかさ、うん、FA で人的保障で均等化を図るって言いながら、はい、ドラフトはまたちょっと違うじゃないかって、均等化なんか全く図れてないじゃないかっていうような、うん、で苦渋の悪いところはさいつまでたっても選手が取れないとかさそうじゃなくてやっぱり最下位のチームから俺はやった方がいいと思うけどね。そうですね。もうねここら辺はもう一回ね全て見直すような時期なんじゃないかなっていうような気がするよ。いろんなことが出てきてるから。そうなんですよね。だからルールも含めて一回見直した方がいいと思うよね。ですよね。なんかちょこ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 やってるよりも、うん、もう、まあ、一気にというかもうね、うん、穴が開いたところに継ぎ入りしても、うん、また糸がほつれてきたら、うん、まあ、そこからまた漏れるというかさ、そうですね、見え隠れするというかさ、うん、だから一回なんかもうこれでやるこれでやるこれでやるみたいな、うん、
回出した方がいいんじゃないかなっていうようなね、気がします、まあ、いろんな球団がいろんな文句あると思うよ、うん、まあ、だけど一番の考え方は今話したようなことが一番自然だと俺は思うんだけどね。そうですよね、うん、あれなんですか、ただ例えば最下位のチーム、前年度最下位のチームからドラフト権もらえるとすると、前年度5位と6位を僅差で争ってたら、あ、もうこれ最下位に落ちた方がドラフト権与えられるしいいよねってチーム的になったら、そのまま最下位になるとかあるんですかね。まあスーパースターがいたらね、大谷みたいな、そう、そう、そう、いやそれはどうかな、やっぱ戦ってる以上は、うん、正々堂々と、うん、まあただ若手を優先的に使うとか、うん、そういうのは出てくるかもわからないけども、うん、わざとっていうことはなかなかないと思うよ、まあ、そういう考え方も、うん、やっぱ分かるよ、まあ、分かるけどね、うん、分かるけど、やっぱ戦ってる以上は勝とうとするんじゃないの、うん、まあそうですね、プロであればね、やっぱ打ちたいし、うん、そうですね、勝ちたいしみたいな、うん、ありますね、でもチームは上はそう思ってもやっぱ選手たちは、ね、やだ、 そんな八百長らしきことはやらないよね。そうですよね、うん、そりゃそうだ。だから、あと今の人的保障なんかは、その人的保障と言いながら実質的トレードみたいなもんじゃんみたいなのもファンの方は、まあ、話していて、うん、どこがそれトレードと人的保障の違いなのかもう分かりませんとか。だからこういうことに対しても罰はないもんね。ないんです、いろいろね、ペナルティも罰も何も処罰も、ね、はい、いやだからやっぱりここら辺はもうルールを見直したいだとか、うん、まあ、そういう時期なのかなっていうような気はするけどね。そうですよね、うん、実績してるよそういうことが。ですよね、うん、だから本当去年のシーズン中に岡田監督があの危険なスライディングに対して要望を出したらすぐに、はい、まあ、危険なスライディングっていうよりも、はい、スライディングした方だからね、はい、ブロックの問題ね。まあそうですね、ブロックの問題で、はい、あんな足どこ入れりゃいいんだみたいなことで、まあ、ああいうのはもう審判の見解でね、うん、対処するっていう、はい、まあ、ルールができたけどもね、はい、ああいうのはまあフェアだということで、うん、罰するというようなねことのルールが決まったけどもね、はい、うん、めちゃめちゃスピーディーにあできるんだっていうのもファンは分かったので、まあ、ちょっとしたプレーの中でもね、でも大間が12球団をまとめてそうやるって言っても、うん、なかなか難しいから、やっぱりねフェアなやり方っていうのはどういうことなのかっていうことを、うん、第三者も入れて、うん、そうですね、話し合った方がいいよね、うん、あのこの中だけではなくて第三者委員会外の、だからその意見が重んじられるっていうようなさ、はい、横綱審議委員会って相撲取ったことのない人が、うん、そういや、そうですよ、あの横綱を決めたりとかするわけでしょ、はい、あの漫画家の方もそうそうそう、でもねそういうやり方って、うん、俺いいと思うんだよ、うん、やっぱファンがどう望んでるかっていうことも、うん、わかるよね、あれだとね。私この中にいると常識だと思っていたことが、うん、外から見たらおかしいよっていうこともいっぱいありますね。うん、だから、まあ、そういうことで第三者を入れてもいいし、うん、フェアな形っていうのはどういうことなのかっていうのを、はい、ちょっとやっぱ必要だな、会議するのはね。そうですね、はい、それで会議をしてやっぱりルールをなるべくこうね早く決めていくっていうのも大事なんだなって今回思いましたね。そうだろう、うん、だからコミュニティショナーも、うん、もうね選手上がりの確固たる人をこう据えて、うん、はい、もうその人が平等に見れるような人であれば、うん、ね、その人の意見に従うとかさ、はい、ね、王さんとかやってくれないかなとも思うけどね。あ、コミッショナーを、うん、あー、でももう王さん権限、はい、コミッショナー権限で全てをフラットにするっていうね。まあ、今回、まあ、ソフトバンク側の方で。まあまあまあそうだけど、ね、例えばの話、例えばの話、ね、まあ、まあ実績から考えると、ね、そうですね、うん、うん、まあまあそういうことをね、まあ、考える時期であることは確かだというふうには思うよ。そうですね、うん、